どうもこんにちは、アニマルシティです。なんとね、我が家にヤモタンが2匹います。これは一体どういうことでしょう。これ板倉さん、板倉さんなのね。板倉さんなんか尻尾ちぎれちゃってるから。となるとこの子は一体誰でしょう。実はですね、これね、上に乗っかっているヤモタンはね、ある知人のね、なんか家にいたらしいですよ。こら。おー、尻尾掴んでますね。面白いですね。この子ね、ある知人の知人がね、山に見つけたって言ってくれて、で、今日ね、それ見てる、持ってきてって言ってね、今板倉さんとねご対面してるんですよ。そしたらね、なんかねこんな感じです。まあこの白い子はもうガリガリに痩せてまっちゃうね。ヤモタンなんて見てみなさい、もうぶってぶてに太って、もうぼってぼてに太って、でさっきねこの白い子の跳躍力ね、すごかったんですよ。なんか20センチぐらい飛びましたからね。もうヤモタなんて5センチも飛べない。もうボテボテでしょからね。にしてもこの子尻尾きれいに生えてまちゅね。もうヤモタなんて何回自説したことだ。と、まあ仲良くなろうとしてるんだけだかわからないんですがね。さっきからスルーですし、わかりませんがね、まあ威嚇とかはしないんで、まあ仲良くとは分からんけど、まあ仲良くなっていくんちゃうかな。ね、昨日ね、トカちゃんが亡くなってしまって、で、その今日ですよ。今日ですね。山折り見つけたって。なんか、まだ、トカちゃんを亡くなってしまった傷は入れてないんですけれども、じっとしといてくれへん、この子ら。ヤモタン、新人ヤモタンも、板倉さんも、どっちもじっとしてくれてませんね、もう。嫌なこと。まだこの子、オスなのかメスなのかわかりません。ただなんか美人さんみたいな顔してるなぁと思ってます。